最近本当に動画出せなくてごめんなさい。マジでごめんなさい。小沢優太です。今日最初に言っておくと、あんまテンション上がんない。だからまあ、そのテンション上げなくてもいい企画というか、まあ恋愛相談を読むっていう感じなんだけど、あれね、テンション上げない方が逆にいいみたいなところあるから、まあこの企画で行かせていただくんだけど、ちょっとね、その、メルちゃんいるじゃん。俺の愛してやまないメルちゃんね。メルちゃんの体調があんまよろしくないということで、まあいろいろ検査とかしてね、お医者さんと話したりとかしてました。超追い込まれてるとかそういうわけではないんだけど、まあやっぱさ、愛してる存在が少し良くないってなるとさ、まあ誰だってテンション下がるでしょ。俺とママ上は今日はもう結構ダウンしてる。しかも最近地震あったじゃん。めっちゃ怖いよね、本当に。なんかいろいろ SNS とか見てたら怖すぎてさ、やる気もなくなっちゃうんだよ。わかるかな。長野でこんだけ怖いんだから、がっつり被害に遭うだろうと予想されてる地域の人たちはもっと怖い思いをしてると思うんだけどさ、その地震で命がなくなったとか、そうなった場合に今やってることって意味あんのかなとかなっちゃって、たまにあんだよね、このダウン状態。それがさっき来たのよ。このね、状態に入るとマジで俺一日とか無駄にしちゃうから、その一日無駄にしないためにも今動画回してます。だからテンション低い状態で動画撮っちゃってることはマジですいません。いろいろ今重なってる。しかも最近動画出さなすぎてさ、今撮らないとやばいっていう感じだった。他のこといろいろやってて、そっちに時間使ってる状態ですね。その他のことっていうのもね、あんまみんなに伝えられないからマジでもどかしい。もうなんかね、頑張ってんなって俺思うのがさ、クマが今日メイクとか何もしてないんだけどね。ちょっとだけクマさんがね、出てきました。うわ、最近脱毛も行ってないから、青ひげも若干復活してきたし、ニキビもできてきたし、肌も荒れてきたし、筋トレもしてないのね。マジ1ヶ月ぐらいしてないんだよ。怪我とか色々あってさ、今月やばいわ、俺マジで。ちなみに肩痛いとか言ったじゃないですか。あれは筋トレのしすぎでした。整体に行ったら、お前重いものを持ちすぎて、肩ぶっ壊してるぞっていう風に言われました。だから、休まなくちゃいけないんだけどね。まあ、結構良くなってきたんだけど、あともう少しで復活かなっていう感じですね。まあ、そんな感じで、ちょっと暗いニュースがね、立て込んでる中で、こんなテンションで動画撮っちゃうのを、まあ、許してほしいんだけど、このテンションってさ、恋愛相談読むと、マジでいい感じになるから、今日は恋愛相談読ませて。インスタグラムに届いた恋愛相談を読んでいって、それに対してビシバシ答えていく、そういう回となっております。インスタのフォローよろしくお願いします。チャンネル登録してね、欲しい。好きな人に猛アタックしていい感じになっても、向こうが振り向いた途端になんか逃げたくなります。告白してくれても付き合うのが気持ち悪く感じて結局振ってしまいます。どうしたらいいでしょう。カエルカあるあるのフードコートでキョロキョロというような動作でなく、生理的に男性が無理になってしまいます。自分が最低なのは分かってるけど、こっちだって辛いです。知るか。いろいろあると思います、あなたの言い分も。ただそうかそうか、よしよしってしてあげられないわ、さすがに。例えばこれが君がアプローチしているのではなくて、単純に男性から言い寄られてきて、それで男が気持ち悪く感じてしまうんですよねっていう場合だったら、まあ過去になんかあったのかなとかさ、まあいろいろ家庭環境とかでそういう風に思っちゃうことがいるから、ちょっと余裕を持つように自信をつける行動をとっていこうよっていう風に言えるわけですよ。それこそジム行ってトレーニングして自分自体に自信を持っているとかね、そういうことをするとさ、男性が言い寄ってきたとしても、まあ当たり前だよね、だって私結構可愛いしっていう風に思えるから、そもそも気持ち悪いとか思わなくなるっていうね。でも君の場合はアプローチしてるわけでしょ。男ってさ、アプローチしてくれたら嬉しいし、それは行きたくなるよ。あなたにアプローチされて好きになった、よし行ってみようと思ったら、あなたに気持ち悪いって思われるわけでしょ。なんなんそのトラップ。特大落とし穴だよね、本当に。お前を俺はどう調理すればいいんだ、この状況。とにかくね、一つ言いたいのが、アプローチとかそういうのよりも、まず自分のことを気にした方がいいんじゃないのかな。結構女の子で多くて、人のことすぐ好きになります、それで行動する、ここまではいい、ここまではいいんだけど、その後が最悪みたいな。そういう人は一応心理学で回避型って言われてるんですよ。ちゃんとあるんだよね、そういう人がまとめられる用語っていうのがね。回避型の人ってね、なかなか治んないんだよね。だからすぐに君が男好きっていう状態にはならないと思うんで、今はちょっと恋愛をせずに自分磨きに没頭した方がいいんじゃないのかなっていうふうに思う。あとそれと、恋愛するとかではなくて普通に異性と関わってみる。恋愛っていうのじゃなくて友達としてとか、あとはコミュニケーション能力をつけるためにいろんな人と会ってみるっていうね。コミュニケーション能力低いと思う、結構。喋れるし好きな人にアプローチできるんだけど、その後のやり取りができてないからそうなってると思います。ちょっと一回ね、被害者を減らさんか。君今ね、通り魔みたいなことしてるから、一回落ち着こう。まだまだ時間たっぷりあるからね。3日後に彼氏と会うんですけど、3日間一人エッチしなかったよって言われると嬉しいですかね。いや、これさ、何がすごいって、結構ディープな内容送ってくるじゃんね。それでさ、プロフィール見てみたのよ、この子の。これすごいよ。このプロフィールで別に個人とか特定されないから出すわ。見てこれ。14歳、処女、ド M、ご主人様たちお探し中、太ってても愛してくれてゅ、会いに来てくれたら会えるかも。PS、ご主人様見つかりました。だったらご主人様を募集すな。あと、ご主人様たち募集中って。
一人に絞れ。わがままやな、お前、ご主人マニアか。でもまあ、14歳だからなのかなっていうふうに思った。大人ってやんないじゃん、こういうこと。やっぱね、中学生とか多いんだよね。意外と多くて。俺のフォロワーでも、裏垢女子、結構自分の体を出してる女の子がいてさ、その子から DM 届くんだけど、絶対返さねえから。怖いし。なんか巻き込まれるのが。まあまあまあ、そういうのは一旦置いといて、ご主人様は嬉しいんじゃないんですか？その3日間ね、いたさなかったっていうのを聞いたら、おーし！よくやった！よしよし！みたいな感じになるのかもしれないね。でもよかった。ご主人見つかって。スキビに最近恋愛してるのか聞いたら、半日経ってから、あ、俺？想像に任せるよって帰ってきたんですけど、どういう心理ですか？いつもは2時間ぐらいで返信来ます。どういう心理？恋愛してるっていうのも恥ずかしいし、恋愛してないってなるとおもろくないから、そういうような返信をしただけで、別に脈があるとかないとかの話ではないと思う。あと、最近恋愛してるっていう質問、ちょっとね、ナンセンスだと思うぞ。あんまし送らない方がいいかもしれない、そういう系の文章って。二人っきりで一緒にいる時に、恋愛の話になるのとかは、いいんだよ。男もドキドキするし。会話の一つのネタじゃん、そういうのってさ。でも、LINE を通すことによって、わざわざ恋愛の話を出したっていう風に変わるわけね。だから、二人きりだったら、会話の流れとして成立するものか、お前なんかこっちに気があるんじゃないのかな、に変わっちゃうんだよ、一気に。しかもその気があるんじゃないのかなっていうのが、直接話された時よりも、LINE の方がでかいんだよね。だから、スキバレに繋がっちゃったりとかする。もしかしたら君はスキバレしてんのかもしれない。それで、ちょっと相手が遠ざかったかもしれないから。恋愛の話はいいと思うんだけど、ストレートに聞くのはあんま良くないかもね。最近恋愛してるとか。かといって、カーブ級の恋愛話って言ってもピンとこないんですけど。まあ、そうして恋愛の話っていうのは、直接会った時にした方がいいかもね。でも俺、昔、LINE で恋愛の話しよう的なこと言ったかもしれないな。昔の俺が言ってたらごめんね。後で俺が言っとくわ、昔の俺に。お前何言ってんだよ。この前のコメント欄で、ゆうたくん1年前にこういうこと言ってたけど、今はそれダメって言ってるけど、結局どっちなのっていう。ごめん。本当にごめん。全然あるんだよな。これ自分を正当化するわけじゃないけど、やっぱ変わるんだよね。恋愛のテクニックっていうのも。これなんでかっていうとさ、恋愛系 YouTuber も1、2年前と比べたらめっちゃ増えたでしょ。ある程度みんな恋愛の知識を持つようになったのね。だからこそ、これをやったら脈ありだとかそういうのが知られてるわけよ。それを感づかれないようにまた新しい恋愛の知識を出さなくちゃいけなかったりとか、逆張りをしてこの人を自分のことを好きだと思ってたのに好きじゃないのって思わせたりとかしなくちゃいけないみたいな状況がめっちゃあるんですよ今ね。だからこそ言う内容が変わってしまうから、僕が1年前2年前に言ったことと違うことを話したとしても許して、今の時代にはそれが合ってるという、それだけの話。それでちょっと良くない展開に行っちゃいましたっていう人、本当にごめん。他校の男の子に一目惚れしてインスタ繋がれて DM で話してたんですけど、急に3日間未読スルーされて、やっと返信してくれたんですけど、このままアピールして大丈夫ですか？それとも今まで普通に話してくれたのに、どうして急に未読スルーされちゃったんですかね？男性視点で教えていただきたいです。なるほどね。未読スルーしちゃう時ってやっぱあるんだよね。俺もある。そういう時って。で、そういう時ってどういう時かっていうと、まあやっぱ忙しい時なんだよね。学生とかだったらテスト勉強とか、あとは部活とか、ちょっとよくわかんないけど、忙しい時に LINE をこまめに返すって本当に男できないんだよ。こればっかりは変わらない。返した方がいいじゃん。でも女の子にはさ、返信遅いっていうのはあんまし良くないから、返した方がいいだろうなって思ってる俺でも遅くなっちゃったりとかするぐらい LINE が苦手なんだよ、男ってね。だから、まあ忙しかったんじゃないのかなっていう感じ。未読スルーするっていうのはね。ただ、怖いのが3日間ってとこだよね、やっぱしね。そんなに脈はないと思うよ。でも、だからといって諦めるとか、そういうような話ではない。その男の子の中で君が優先順位まだ低いってだけで、こっから上がってくる可能性はあるから、安心すべき。やっちゃいけないことも。男性が忙しくて未読スルーになってくるとか、ちょっと冷たくなるってよくあることなんだよ。ここでやっちゃいけないことが、うわ、この人遠ざかっちゃう。どうしよう。っていう風に焦っちゃって、繋ぎ止めるような文章を送っちゃうっていうね。だから、めちゃくちゃ丁寧な文章を送っちゃったりとか、相手にめちゃくちゃ質問攻めしちゃったりとかして、どっからどう見てもお前、こいつのこと好きやんみたいな状況になっちゃう。これ良くないから、こうなっちゃわないように落ち着いて物事判断するってのが大切だね。私は20歳で最近4つ上の彼氏ができました。出会いはインスタで、付き合うまで8ヶ月の期間があり、現在付き合って2ヶ月です。質問は、彼氏が私のことを裏垢の親しいに私との写真をあげたことです。私の考えでは本垢の親しいはわかるけど、裏垢の親しい、え？って思ってしまいました。まだ行為はしていませんが、腰とか頭とかスキンシップに手慣れてる感じはあります。正直なところ、私の顔は大体の人が見ても整っている顔で、彼氏はイケメンではないけどブサイクではない普通の顔です。何が言いたいかというと、私がブサイクだからインスタに載せたくないということはないと思うと言いたかったです。え？
男ってよくあるじゃん、彼女ができちゃったけどあんましよろしくない感情で表には出さないっていうね。ほんと少ないけどね、そういう男って。ほとんどがめんどくさくてインスタのストーリーとかにあげないっていうことだと思うんだけど、俺もそうなんだけどさ。でもそうではないだろうなっていうことが言いたいんだよね。私の顔が原因ではないよっていう。なんで裏垢の親しい友達にあげてるかっていうことなんだけど、8割わからん。ごめんなさい。8割わからん。正直に言わせていただきます。僕、全知全能ではないんですが、こっから予想になりますよ。予想できますよ。2パターンって、どっちにする？全然ダメージない方から聞く。最後にダメージある方を聞くと、そっちばっか信じちゃうから、最初に言うわ。ダメージある方ね。ダメージある方は、本赤に開けたりとかすると、他の女の子とかに見られる機会があるから、あげないようにしてる。彼女がいるっていう風に思われて、女の子が近寄ってこないっていうのが嫌だって思ってる可能性もあるっていう。それが理由なのかなっていうのがまず一つ。これがちょっとダメージあるパターンね。これだったらほんと最悪だよね。そしてもう一つ。それが、アホ？あんま考えてないっていうやつ。なんかわかんないけど気分だったっていうね。いや、違うな。どうだろう。もうワンパターン提示するわ。もうワンパターンは、本赤の方に親しい友達が結構いるんだよ。ある程度親しくない人も入ってたりとかするじゃん。親しい友達にね。そこに自分の彼女の顔を出すっていうのは、ちょっとなんか怖いなとか、あんまし見せたくないなっていう。どうでもいいやつには特に。じゃあ、親しい友達解除していけばいいじゃんって話なんだけど、それがめんどいから裏側に上げてるのかもしれない。こういうのあんまし考えすぎない方がいいと思う。最悪なパターンが、デートした時とかに、ちゃんと彼氏が愛してくれるし、LINE とかの返信もしっかりしてくれて、自分をほったらかすことはないと。でもこういうようなちょっとした、正直だどうでもいいって言ったらあれだけど、しょぼいことじゃんね。こういうようなところでめちゃくちゃ突っかかって考えまくっちゃって別れに繋がるって本当にあるんだよ。出会いを作るのも SNS なんだけど、本当に別れを作るのも SNS っていう風に思うぐらい危険な媒体ではあるわけよ。その危険からどうやって守っていくかっていうと、本当に考えすぎないこととかだと思うんだよね。男ってさ、女の子が考えられないぐらい何も考えてない行動するんだよ。ちょっと意味わかんないけど、そういう可能性だってあるわけだから、ちょっと様子見ましょう。うん。今日、横浜駅の大戸屋並んでましたか？彼女さんといるの見て、バイト終わり、絶対ぽいなって見てました。人違いだったら恥ずかしいので、声かけるのやめました。いません。僕はですね、長野県にほとんどいます。だから長野県で俺を見たら俺だと思う。けど、横浜とかそこで俺を見たら俺じゃないと思う。いるよね、こういう顔。いるよね、割とね。前まではさ、そのエラがすごかったじゃん。だから、割とね、わかりやすかったの。あ、小沢優太だっていう。でも、エラなくなったらもう普通なんだよね。って思うんだけど、エラなくなってからの方が声かけられます。え？私が好きになった人、もしくは私のことが好きという人が毎回クズで悩んでいます。クズというのはキープにされたり、両思いになった途端に関係を切られたりなどです。どうすればまともな人と恋愛をすることができますか？これはもう自分変えるしかないかな。めっちゃひどいこと言うと、偏差値40の学校で偏差値70の人を探すって、まあ無理じゃないっていう。いるかもしれないよ、たまにね。いるかもしれないけど、一番手っ取り早いのは偏差値70の学校に行くことじゃん。でも偏差値40の状態で偏差値70の学校に入ったとしても勉強ついていけないわけよ。つまりそこでお付き合いができたとしても捨てられることが落ちる。だからこそ自分のレベル上げるしかないんだよね。君は今偏差値40の中でめっちゃ恋愛してるんだよ。多分自分はめちゃくちゃそういう人を引き寄せてしまう、なんかあるんだろうな、そのオーラがって思ってるかもしれないけど、自分がその位置にいるだけなのね。単純に休み時間になって話してくるやつが、今日は偏差値40だったけど次の日偏差値70のやつが話しかけてくる。ないない、そんなこと。なのでやっぱ自分のレベル上げた方がいいです。辛いと思うよ、そういうのってね。キープされたりとかさ、両思いになった途端に捨てられるとか、そういうのってめっちゃ辛いと思うけど、辛いね、よしよしってして変わってこなかった結果が今だから、めっちゃ厳しいこと言ってるよ俺ね。分かってるよ、めっちゃ厳しいこと言ってるの分かってるんだけど、そうでしょ。俺の話聞いて、いやでもって思ったかもしれないけど、そのデモを続けた結果が今なんだから、何か変えるためにもやっぱ行動を変えた方がいいんじゃないのかなと思う。何度も言うけど、ジム行ってみたりとか、 SNS から少し距離を取ってみるとか、インスタでいいなって思った人、本当にそいつはいいやつなのかどうなのかっていうのを見分けるために、インスタから見抜くヤバい男の特徴とか、そういうのを勉強してみるとかね。まあそういうのが学べるのが僕のラジオチャンネルなんですけれどもね。とにかくいつもと違った行動をしてレベルアップしていかないと何も変わんないと思う。頑張ってください。本当に応援してます。いい人と付き合えたらメッセージちょうだい。付き合って2ヶ月の彼氏がいます。一緒にいる時は私にデレデレしてくれていて、一緒にいない時も高頻度で LINE くれたり、遊びに行く時も報告してくれて、私が電話したいって言ったら電話もしてくれます。ここまで読んだらもうすごくいい彼氏だよね。しかし彼氏には女友達が多く、フットワークが軽いのでかなり不安になってしまいます。この前デートした時に LINE や DM している女の子の友達が6人くらいおり、私はプライベートで遊ぶ男友達もおらず、女友達も10人弱しかいないことも関係して少し不安になってしまいます。心苦しいです。初彼氏なので比較対象がおらず、不安になってしまうことを伝えていいのか分かりません。どうすればいいですか？伝えない方がいいんじゃないのか。だって女友達でしょ。
しかもさ、その女友達っていうのをあなたが知ってるんだよ。つまり隠してるわけじゃないの。浮気する男ってその女友達とか隠すからってことはあなたは知ってる。だからそういうような関係とかじゃないんだよね。本当の友達だと思うんだよ。お付き合いするってなるとさ、なんか何でもかんでも一緒に共有するっていう風に思うじゃん。結局は他人だから、自分はこうなのに相手はこう、なんでだろうって思ったらうまくいくわけないじゃん。君たちさ、名前も生まれも性別も親も何もかも違うじゃん。何もかも違うのに、なんで一緒にしようとするの全部。相手が楽しいと思うこと、自分が楽しいと思うこと、違う部分があるわけよね。もちろん同じ部分もあると思うし。まあそこはデートとかで共有すればいいと思うけど、そこを尊重する練習っていうのをしていかないと、結局君がしんどくなっちゃって終わると思う。それすごくもったいないと思うんだよね。まあ初彼氏だから、なかなかそういうの分かんなかったと思うけど、いい機会なんじゃないのかな。ちょっとだけ、まあ、あいつはあいつだしだっていう風に思って、不安にならないようにする。不安になりそうだったら、外出て散歩する。SNS は触らないとか。そういうようなことしてみてください。でもまあ付き合って2ヶ月ってそうか、俺もう4年とかになるんだけどさ、4年とかになるとさ、そういうの別に考えなくなるんだよ。付き合いたての頃はもしかしたら俺も考えたかもしれないわ、こんなこと言っときながら。でもまあ相手の自由を尊重するってのはすごくいいと思う。ちょっとさ、恋愛相談届いててなかなか見れなかったんだよね俺が。さすがに遅すぎておもろいです。 JK の時間は変えないんだぞ。知るかお前の時間なんか。危ねえ、危なくないよ、もう行っちゃったんだから。こういう DM 送ってくるやつの恋愛なんて知りません。恋愛相談して俺が見れなくて2、3ヶ月後に返すことだってあるんだよ。その時にごめんね遅くなっちゃってって言うと、いやいや大丈夫です、少しずつ解決してきました、ありがとうございますって文章をわざわざ送ってくれる子がいます。たくさんいます。その中でなぜ1週間帰ってこなかっただけで文句を垂れるお前に優先してメッセージを返さないといけないのか、簡潔に述べたまえ。お？ほんとちょっとさ、言っていい？こういうね、返信催促してくるやつに限ってマジでしょうもない悩みなんだよ。やべ、すげえ愚痴ってんだ俺。みんなだってさ、子供の頃さ、宿題やろうとしてたのに親に宿題やりなさいって言われてやる気なくしたこと何度もあるでしょ。俺それなんだよ。マジで催促されたら絶対に返さないんだけど、一回ちょっと見ますわ。特別に今日振られちゃいました、ゆうたさんでさえ類を見ないひどい振られ方だと思うので、ぜひ聞いてほしいです。まず出会ってから1年半毎日 LINE したり時々電話したり、もう本当にお互いにお互いの時間を割いて尽くしてくれたんですが、勇気を出して告白したところ友達としか思ってなかったと言われました。ひどいのはここからで、彼は中学生の頃に人間関係で何かあったらしく、ごめん恋愛は俺向いてないんだ、プライベートの時間を他人に邪魔されたくないし、第一結婚もしたくないのに人と付き合うなんて軽すぎると言われ、ボロクソに振られました。こういうところで嘘をつく人ではないので本当だと思いますが、めちゃくちゃショックだし1年半ずっと思わせぶりしてないんだけど、しょうもないわ。この男の子は正直に言ってくれてるやんけ。はい、もう言うことないわ。もう JK の時間変えないんだろ。 JK の時間が変えないんだったら、もっと視野広く持って時間を大切にして自分のレベルを上げていい人と出会ってください。今日は以上にしようかな。一応ね、僕の方で恋愛をしていきたいっていう人にめちゃくちゃおすすめの本、今なら0円で聞けるオーディオブックっていうのを概要欄に貼っておくので、それを読んでね、恋愛のレベル高めていってほしいなと思います。一番のおすすめは超トーク力、これで、ね、これ本当にいいから。そんな宣伝をして終わりにしたいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。ビビー、高評価押してチャンネル登録もして、てかチャンネル登録無理にしてとか言わないから、登録、あ、待てない、高評価だけ押して、だってボタン押すだけなんだから、そんなの誰でもできるだろうよ。